先ほどの時計ですね、メーカー名はですね、ポーラーっていうメーカーでしたね。まあ、聞いたこともないですけれども、当然ですよね、こんなメーカー知りません。で、中はですね、これ3アジャステッドの機械が入ってたんですけど、ちょうどまあ1円玉より1円玉ぐらいですかね、2センチないですね。まあでも、まあ、多分1930年代か40年代だと思うんですけれども、まあ、そこそこ綺麗な機械入ってますけど、まあ、まあ3アジャステッドですから 波かもしれないけど、こういう丸型の、機械が入ってました。まあでも構造も、まあ、よくできてますよね。まあ、こういう時計があったという時代があったということですね、この面白い時計が。はい、じゃこれ機械。